の思いを込めた南中ソーランを演舞させていただき、よりチームの絆が深まりましたなんて言ってくれます。嬉しいです。そして今日は南中ソーランの次に三国志といえばこの曲という曲を20年前から受け継がれているハッピー、もうこれもいいですね。伝統継承、素晴らしい考えです。このハッピーと共に演舞をしてくれます。力いっぱい、笑顔いっぱい、気持ちを込めて踊りますとのことです。皆さんお気持ちを込めて応援、声援お願いしますね。それでは期待しちゃいますよ。ではお願いしましょう。三国志です、どうぞ。ありがとう、三国志です。やっぱね、あの三国志を知っている方はそうそう、そのハッピーって思ってると思います。私たちもね、このハッピーを着て祭りに出るのが実は4年ぶりぐらいで、ちょっと久々で、昨日めっちゃ探しました、家のタンスなんとか見つかって、今日はね、ちょっとやっぱこのハッピーを着るとすごい気持ちも上がるんで、ちょっと人数はね、他のチームさんに比べて少ないんですけど、そんなの関係ないんで、もう堂々と大きく演舞したいと思います。よろしくお願いします。Thank you.
ましたか、このパワフルさが。